おはようございます、やんちゃです。2024年11月9日土曜日の夜っす。タイマー15分、よいしょ。はい、はい、お願いします。いやー、昨日だっけ、なんか最近夜撮影にならなくなってよかったみたいなよかった、なんか昼間撮る習慣が戻ってきて素晴らしいとか言って、なんか習慣を戻すことの素晴らしさとか語ってましたけど、フラグだったようですねまた夜になってしまった。いや、とはいえまだ日付は変わってなくて、今11時50分です。はい、夜の23時50分。はい、ギリギリちゃんと11月8日ですよ、まだ。はい、9日だったわ、9日ですよ。はい、はぁ、あ、いや、今日なんか起きたのが9時ぐらいで、朝ので、何してたんだっけな、なんか撮ろう撮ろうと思ってはいたんですけど、なんか撮れなくて、そうこうしてるうちにちょっと午後の用事の時間になっちゃったんで、家を出て、で用事を済ませて帰ってきて、帰ってきてからもやることがたくさんあったので、今の時間までなっちゃったという感じですね。はい、ちょっと順を追ってあったことを振り返っていきますか。昨日やってたこと、昨日はあの会議オンレイルズっていう、あのプログラミング言語 Ruby のそのウェブアプリケーションフレームワークであるところの Ruby on Rails っていうやつの集会の事後勉強会、事後勉強会があったので、それに参加してました。事後勉強会といっても、なんかじゃあみんなでこう教材とこう睨み合って、なんかガリガリ書くとかパチパチ入力するとか、そういう感じの回ではなくて、ライトニングトークスっていう5分間用意してきた資料とともに喋るっていうやつを、何人ぐらいですかね、9人とか10人とかですか、多分話してくれるのを聞いてたっていう感じ。はい、結構面白かったですね。でその後1時間ぐらい懇親会をやって、で帰るっていう感じ。はい、結構面白かったっすよ何が面白かったかな、どれかな、なんかオープンテレメトリーとかの話は結構面白かったかも。あのレイルズのアプリを運用している最中に、そのアクセスログとかを様々なレイヤーを ひとまとめにして見られると便利だよねみたいなやつ。はい、あれ良さそうっすよね。うん、それの話とか、あと何かなあと参加してなんか面白かったですみたいな、参加期みたいなやつとか、はい、いろいろ聞いてました。ただちょっとなんかこの様子からも分かる通り、なんかそんなに、なんていうんですか、あの本腰を入れて LT を聞いてなくて、なんか昨日その Ruby on Rails の 8.0 っていう新しいバージョンが出たんですよね。でまあせっかくだから、まあ、勉強会だし 8.0 触ってみるかと思って、なんか一昨日の勉強会で紹介してた、なんだっけ、あのレイルズのオプションがなんか新しく導入されたり廃止されたりする、その情報を管理してるっていうか、ウォッチしてる人みたいなやつを見たときに、新しく知ったオプションがあって、なんかデブコンテナっていうあのオプションをつけてレイルズアプリケーションを作ると、デブコンテナ設定っていうのが最初にデフォルトのパラメーターであのジェネレートされて、最初から
そのデブコンテナ対応のエディターとかだと、なんて言ったらいいんですかね、コンテナ環境っていうやつで、そのアプリケーション開発環境が立ち上がるようになってるという、そういう便利な機能がですね、8の前のバージョンかなんかから入ったっぽいんですよね。なんでちょっと面白そうと思ってそれを触ってました、8で。でなんかデブコンテナって別にそのデブコンテナオプションをつけてジェネレートしなくても、自分でそのデブコンテナ .json みたいな設定ファイルを書くと、うん、なんかそういう風に使えるようにはなるんですけど、まあまあめんどくさいんですよね、そのゼロから自分で書こうとすると。だから最初になんか最低限動く設定みたいなやつが生成されてくれると結構便利ですよねっていう、はい、それをちょっと試してました。まあ結構面倒といえば面倒なんですよね、コンテナ環境で動かすのって。あの特になんか最近あの Docker っていう、まあ、コンテナをあの使うためのアプリケーション、 Docker デスクトップみたいなやつが、なんかある程度の規模の会社で使う場合にはライセンスフィーを払ってくださいねみたいな感じで改定されて、でちょっと払う、お金を払うほどがっつり使ってないんだよなみたいなところが、次々と Docker デスクトップを使うのをやめて、そのもうちょっとそのまあオープンな企画なので、別にその Docker デスクトップにお金を払わなくても使えるソリューションに切り替えるみたいな、今過渡期にあると思うんですけど、そういうのも含めてまあ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 めんどくさいっていうか、その環境を整えるのがめんどくさくなっている昨今まあめんどくさいって言ってもそのドッカーを動かすためのデーモンのソフトを差し替えるだけなんですけどね、はい。まあそういうのも含めてなんか Mac、 まあ大体 Mac が多いのかな、わかんない、 Mac とか Linux とか Windows とかどれでもいいんですけど、コンテナでやる場合だいたい Linux のパソコンで開発してればあまり何も考える必要ないんですけど、 Windows とか Mac の場合は Linux の、 仮想環境っていうか VM ですか、 VM を何かしら OS 標準で備えている仕組みで立ち上げておかないとうまいことコンテナが動かないという問題があるので、はい、そういう環境なんか面倒を見られる人じゃないとねそのデブコンテナをうまく使えないんだよなっていう問題があって、なんかそういうのまあいい機会だからちょっとおさらいしとくかと思って触ってました。いやなんかなんでそんなの触ってるかっていうと、最近ちょっとまたその新しい Mac が出たんですよね、あの Mac mini とかあの MacBook Pro とか、まあ iMac も一応入れときましょうか、 iMac とかその新型の M4 シリーズの Mac が出て、なんか引き続き開発環境が Mac でいいのかっていう、なんか論争とまでは言わないんですけど、あのどんな開発環境が理想か問題みたいなやつがちょっと話題としてインターネットで盛り上がってるというのもあり、はい、それをちょっとその環境をね、何がいいのか見極めるためにもちょっと手を動かして見てみようかなっていうのをずっとその会議オンレイルズ事後勉強会の LT の最中内職みたいな感じでやってましたで、大体できたんですけど、まああのオプションでできるそのデフォルトのそのプレーンな感じの設定ファイルはすごくよくできていて、これは便利だなって思いましたね。うん、なんか別にオプションつけなくてもデフォルトでついてきてもいいんじゃねえのと思う気はする。なんかデフォルトついてくるようにしといて、でそれを消すオプションっていうか、なんか無効にするオプションの方をつけた方がいいんじゃないか、あのいらないっていうオプションをつけたらできないみたいなそっちの方がいいんじゃないかっていうくらい結構出来が良かった。はあ、
それがあると何が嬉しいかっていうと、まあ、例えばその新しく Rails アプリを立ち上げるっていうか、あの Rails new っていうコマンドで作るんですけど、作った状態で GitHub とかソースコードを管理するサイトにプッシュして管理した時にですよ、その GitHub みたいなサイトにはなんか Dev コンテナ設定っていうのがそのリポジトリに組み込まれてると、あのウェブ上で開発環境を立ち上げてくれるコードスペーシーズっていう仕組みがあって、その自分でエディターを手元で立ち上げなくてもあのブラウザ上で開発できちゃうっていう便利な仕組みがあって、 GitHub 上で Linux のコンテナを立ち上げて開発環境としてやってくれるっていう、しかもそこでウェブアプリケーションを立ち上げ、開発用のウェブアプリケーションを立ち上げたら、その GitHub が勝手にサブドメインを切って、あの、ここにアクセスすれば今開発中の状態にアクセスできるよみたいなことをしてくれるので、すごく便利。もちろんなんか、有料なのかな？多分、使ってる時間に応じた課金みたいな感じだとは思うんですけど、そのわざわざね、その、Windows とか Mac とか Linux とかのパソコンをなんか自分の手元の環境でそのまあコンテナなりそのネイティブで動くように整えなくても、 Dev コンテナ設定さえあればブラウザ上で開発できちゃうから、なんかどんなパソコンでやっても、なんなら iPad とかでもいけるんじゃないですか。 iPad にキーボードつければブラウザにアクセスできるじゃないですか。そういう風にしちゃえばね、どんな環境でもブラウザさえ使えれば開発できちゃうっていう、ふぅ、はい、みたいなやつをちょっと今後多分またそういう話題が盛り上がってくるだろうからおさらいして、その話題が盛り上がることに備えてました。まあ、うん、はい、そんな感じでした。で、それが終わった後、なんか懇親会があって、で、なんか飲み食い、1時間ぐらい飲み食いしたんですけど、懇親会も結構面白くて、まあ会議オンレールズで会った人とか、まあその他ですね、あの、その後先週の、あの、荒川で飲んだ人たちも何人かいて話したりとか、あとは完全に初めてお会いした人とかもね、結構話ができてよかったですよ。なんかあんまり会社の人が一緒に来てくれなくて結構ぼっちになりがちなんですみたいな人もいて、あ、じゃあなんかこの機会にあの知り合いましょうみたいな感じで話してましたけど、なんかそういう風に話してた人の一人がですね、なんかその荒川の虹の広場のあの飲み会にすごい興味を示してくれて、え、これ荒川って言うけどどこでやってるんですかって言うから、いや北千住のって言ったら、え、いや北千住に住んでましてって言ってそお素晴らしい人を見つけてしまったみたいな。いや北千住とか足立区に住んでる Ruby 関係、まあ Ruby 関係に限らず足立区に住んでるその情報処理技術者をすごい探してるんですよ、なんかコミュニティを作りたくてって言って、はあ、いやぜひぜひあのお近づきになりたいですみたいな感じで、はい、友達になりました。いやーなかなかいないんですよ、足立区に住んでるプログラマーまさかこんなところであの一人発見できるとは。しかも何ですか、そのお昼から集まってあの深夜まで飲むみたいな会に興味を示してくれるような人がですよ、はい、いやー素晴らしい人を発見してしまった。それがすごい収穫でしたね昨日は。はい、そんな感じでした。とで帰ってきて寝て起きてっていう感じですね。で今朝なんでそんなグニョグニョしてたかっていうと、別にそんなにグニョグニョしてたわけじゃなくて結構シャッキリしてて、でシャッキリと何をやってたかっていうと、ニャンコ大戦争をやってたんですね。でニャンコ大戦争っていうあのスマートフォンのゲームがあって、それわし結構好きでやってるんですけど、ニャンコ大戦争がアップデートなって、アップデートされて
新しくあれなんですよ、あの12周年、12周年記念みたいなイベントが始まったんですよ。どうやら始まったのかな、始まるのかな、ちょっと忘れたけど、それでちょっとやってたにゃんこ大戦争、新しいなんかコンテンツがたんまりと出てきたので、でその中の一つがにゃんこ大戦争のにゃんこ道検定、にゃんこ道検定が初段から12段まであって、それをずっとやってました。初段から12段までの検定を一つ一つポチョ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 、はあ、で無事12段まで行った頃にはもう昼過ぎてて、はあ、やばいやばいって言って、でお昼から何があったかっていうと、あの長男が行ってる塾のなんか保護者会みたいなやつがあって、高校受験まであと3ヶ月ちょっとみたいな、あの直前になってきたので改めて何をしなきゃいけないかおさらいしましょうみたいな、そういう回でしたね。はい。あとは冬季講習のご案内みたいな、まあもう半分営業ですよね、だからあんま行きたかないんですけど、なんかたまに重要なことを言うので行かなきゃいけないですよね。はあ、まあ基本的には分かっとるわいみたいな感じのことをまあ言ってましたけど、まあいい機会にはなりましたね。あとは何ですか、その冬季講習、冬季講習ね、まあお金払いますけど、冬季講習、あとなんだっけ、すごいのが正月特訓っていうのがあって、まあお正月1月1日は勘弁してやろうと、1月1日はゆっくりしてもいいかもしれんみたいな、はい、ただ1月2日1月3日にゆっくりするのは許さんみたいな、そういうなんか塾はないんだけど、塾に来てなんか根詰めて過去問とかをやるみたいな、家でダラダラしがちだから2日3日は、だから家から引っ張り出すためにやりますと、先生来ますと、はあ、でも1月の2日と3日だけで3万円もするんですよ。やばいですよね。1日1万5000円もすんのかと思って、それ冬季講習とは別なんだしかもって、はあ、なんかほんと要所要所で集金してくるなって感じで結構しんどいんですよね。ただまあ行った方がいいでしょうね。もうねあれなんですよ、まあ、高校受験に全ての予算をつぎ込むという方針にしたので、はい、しょうがない、もう、はあ、はい、そんな感じでしたと。で帰ってきてご飯食べて、でその後ですね、あれなんですよ、毎週夜9時からその高校受験の相談を長男とわしとかみさんで3人で三国会議っていうやつをやってるんですけど、わしが今日行ってきた保護者会の内容をシェアして、ちょっと今後の方針について話し合ったりしてました。でなんか明日長男が英検準2級の二次試験かな、一次試験に合格したらしいので二次試験受けてくるらしい。いや大したもんですね、わし英検準2級の一次試験に受かる自信あんまないですよ。英語の実力に関しては下手したら超えられてる可能性がある。はあ、やばいですね。ただそれに合格すると、あの私立のなんだっけ、併願優遇のいい方、今検討している2校あるうちのいい方に出願する権利が確定するので、それ頑張ってねっていう感じで、もしこれが今回の二次試験がダメだったとすると、なんだっけ、ギリギリその併願優遇の出願までに間に合うタイミングで結果がもらえる最後のチャンスが、さらに再来週ぐらいかな、再来週ぐらいのなんだ CBT であるんですけど、もう東京、千葉、埼玉、神奈川の会場の間に合う試験の枠が空いてなくて、でしょうがないから、
群馬高崎市高崎市の会場で一個空きがあったので、そこで一次試験二次試験一気に CBT でやれるところがあるから、そこに申し込んであるので、そのもし今回明日受けるやつがダメだったら新幹線で高崎まで行ってそれを受けてきなさいっていう話を今してる。はあ、いやー本当面白いですね。はい、まあ明日受からに越したことはないんですけど、こんな感じかな。はい、みたいな話をさっきまでしてました。はい、ふぅ、よいしょ。さて次の話なんですけど、今日なんか荷物が届いて、なんだっけこれっていう、ピント合ってる？はい、これなんすかねこれアンカーから届いたんですけど、アンカースマートポーチ、なんか結構チープな箱に入ってるんですけど、よいしょ。なんかあの文房具メーカーのコクヨ、コクヨと共同開発とかって言ってるんですけど、コクヨのなんかこのなんて言うんですかね、あのバック内バッグみたいな、バック内に入れるその小物入れで、これまあアンカーって書いてあるから、要するにバッテリーを入れ、バッテリーとかケーブル類を入れておくやつなんですよね。だこれをちょっと今試してみますか。はい、これにこれが入るかどうかが今ちょっとすごい争点になってて、これこのアンカーの、この最大級にでかいポータブルバッテリーポータブルバッテリーっていうかモバイルバッテリー、これでかいやつ 24,000mAh みたいな、これがスッと入ってくれると、結構ここかな、ここなんか、あ、入らねえそんなギリ閉まらない嘘でしょ、これ入ることを見込んで買ったんだけどな、入りませんねこれは。はい、残念。これのもうちょっと短い版みたいなやつは売ってるんですけど、2万mAh みたいなやつ、それは入りますね多分ね。でもダメだわ、こっち入ん、横向きなら入んのかな、横向きもダメだな、嘘でしょう、ダメなんだ。はい、残念こう入ってくれよ。じゃあこれが入んないとなると、ケーブル類しか入んないってことですよね、要するにこの中に。マジかよ、そうきたか。でもね、ケーブル類はケーブル類で結構あるんですよ。普段このポーチに入れてるんですけど、まあまあこの中でその絡まったりするんで、しかもねこれとかもね、このわかります、この普通の 100V のコンセントを4股に分けてシェアできるやつ、これマジで便利で、その例えばこういう USB-C のアダプターあるじゃないですか、こういうやつ、これをこうやってカチャってやって、こうやってつけることができると、こういう風に、これいや、ま、ないと困る。なんかこれで例えば床からなんか電源取りたいみたいな時あるんですよね。床になんか蓋がついてて、蓋をパカって開けるとその奥にコンセントを突っ込んで電源が取れますみたいな会議場とか結構あるんですよね。結構勉強会とかでそういうオフィスとか会議場とかあるんですよ。その時にこの AC アダプターから電源取りたいときに、これをそのまんま床のその穴に突っ込めないっていうか、太すぎて、そういうときにこれに一回刺してこうやってザンってやると、これが使える上に3つの口が開くわけですね。だから他にも使いたい人がいたらここに刺してもらえば、はい、4人まで使えるわけですよ。はい、これはねマジでないと困るレベルで、はい、愛用している、はい、タコ足、これをまずここに入れます。でその上でこの
はい、120W 出る USB-C のアダプターこの中入れます。で、あとなんだ結構ある。これはサンダーボルトケーブルですね。はい、サンダーボルトケーブルはたまにしか使わないから、こういう風にしてここにこの輪っかに入れとく。暗くて入れにくい。ここに入れとけばいいか。そしてこれがマグセーフ、 MacBook Pro 用のマグセーフケーブル。マグセーフはじゃあここに入れますか。なんか操作なぁ。そうで、これは適当に 100W は通るのかなっていう、確か 100W 通るくん、はい、100W 通るくんでしょ。で、これもういらんくない？これライトニングケーブルわしもう持ち運ぶ必要ないよね。ないからもうあれしよう、取ろう、ポーチの中から。はい、今リストラしました。で、これがアップルウォッチ、アップルウォッチを充電するケーブルですね。アップルウォッチはまあまあ出先で電源切れることはあるんで、はい、必要ですね。こうかな。おー、いいですね。はいはい。そしてこれが 240W 通るくんですね。そう。で、こいつはなんだ、こいつは 100W 通るくんかな。だいぶ見分けがつくようになってきた。なんかちょっと細いんですよね。ちょっと細いやつは 100W しか通らないくんですよ。通るくんなのか通らないくんなのかはっきりしろって話ですけど、こっちは 240W 通るくん。はい、これを全部入れて、まあこれ全部入れた状態で割とパンパンだよな。そのまあパンパンなんで、ここにモバイルバッテリーが追加で入ることはないですね。仮にこの長さが短かったとしても入らなかったわ。どうかな、今まで使ってたポーチの方がちょっとコンパクトな気がするしな。なんか買っちゃった以上は使った方がいいのか、それともなんかこの箱に戻してメルカリで売った方がいいかな。はぁ、なんかそんな気がしてきたな。モバイルバッテリーが入んないんだったらね、えあえてでかいサイズのやつに入れ替える意味がわかんないもんね。はぁ、やっちゃったな。まあ多分買う前に寸法とかをちゃんと見ていればね、こんなことにはならなかったんでしょうけど、まあ、一応なんかこうなんですかね、この状態でこう開けるとなんかこうバカって立った状態でこうバカって開くから、なんかいい感じに分かりやすいでしょっていうことが言いたいらしいんだけど、どうかな、その便利さはあんま感じないかな。これかな、これをこうすると開いた状態に保持できるのか。なるほど、言うほど便利かな。そのいや、わかんない、ちょっとこれは現場で使ってみないと良さがわからないのかも。あとこういうところ、こういうポケットになんかちょっとしたもの、なんだろうね、何入れます、こういうところに。お金こういうところに3000円ぐらい入れとくと、いざって時に、あ、そういえばここに3000円あったわみたいな感じで助かることがある、もしかしたら。そういうポケットがついてるっていう利点がある。まあ手触りはいいですよ、手触りは。なるほどね。はい、まあ面白い商品かな。なんか500個限定ですごい安売りしてたんですよね。500個限定で 30% オフですみたいな、発売記念で。だから多分それに飛びついたんでしょうね。1ヶ月ぐらい前だったかな、確か注文したの。
で、もともとなんかこのアンカーの色じゃなくて、黒曜がなんか自分で黒曜ブランドとして出してるやつがほぼ同じ形のやつがあるので、なんか別にアンカーのじゃなきゃいけないわけじゃなくて、もしかしたら黒曜のやつだったらアンカーブランドがついてない分安い可能性はあるんですけど、まあそういうのもね、見かけておって思った時にまあ買うのは楽しいですよね。とはいえなんかそろそろそういうのやめなきゃいけないなって思ってて、あの MacBook Pro がね来週届くわけですけど、毎月4万円払わなきゃいけないからあの24回払い97万円払わなきゃいけないから、払いたくねー、はい、けどまあ払わなきゃいけないから、ちょっと月々4万円浮かすためには相当相当ですよ、相当買い物減らさないとやばいですよね。いやここ1年 MacBook Pro のローンを払ってなかったんですよね。あの今使ってる M1 Max の MacBook Pro も24回払いで確か買ったんですけど、それも3年使うやつを24回払いだから、最初の2年間だけ払って最後の1年は払わなくていいわけですよね。だからこの1年すごい楽だったんですよ、 MacBook Pro 払わなくて済むから。でもその地獄の2年がまた始まるっていうことで、ちょっと節制しないとやばいですよね。はあ、いくら塾がなくなるとはいえそう、この調子で続けていくとやばい。はあ、はい、というわけでちょっと来年からはちょっと節制しなきゃいけないですね。はい、ということだけ言い残して、また明日は日曜日なので散歩に行こうかな。また散歩先で撮影することになるんじゃないかなと予感してます。じゃあバイバイ。